こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか悠仁さま皇位継承なら、皇室は滅亡する、ロイター通信が衝撃の継承、お腹の子の皇位継承権を奪うのか、の安倍発言にも注目。悠仁さまに皇位継承させなければ失礼。天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが成人され、秋篠宮家の長男、悠仁さまも、 18歳での成人を控えられている現在、密かに、後位継承問題が話題となり、注目を集めているようです。そうした中で、特に話題となっているのが、久仁様がいるのに女性、女系天皇議論は失礼、現代の常識だけで歴史を変えるべきではない、と語り、愛子様の後位継承について厳しく批判する漫画家、里中町子氏による次のような記事です。 皇族数の減少や安定継承の先行きについて、危機意識を持って準備することは大切です。ただ、長い皇室の歴史を見ると継承の危機はこれまでに何度もありました。507年頃に即位したとされる携帯天皇は、天皇の血筋からかなり離れた冒険の男子でした。それも中枢から遠い地から迎え入れ、即位させたと言われます。一方、少なくとも今は、 次の世代の継承資格者である悠仁様がいらっしゃいます。過去の危機と比べてそれほど深刻な事態ではないと考えています。慌てて変えてもいいことはありません。落ち着いて見守ることが必要でしょう。後位継承は男系男子優先で続いてきました。史実と思われる範囲に限ってもその歴史は1700年に上ります。過去には8人10代の男系女子の天皇がいましたが、その多くは消去法で選ばれたり、 幼い男子が成長するまでのつなぎだったり、天皇の子に男子がいなくても、先代や先々代の天皇ゆかりの男子を見つけて行為につけてきました。なぜそこまで男権にこだわったのか理由は定かではありませんが、そうして紡がれてきた歴史がある以上、男系男子優先の原則は変えるべきではありません。ARA、DOD、愛子様に即位していただくべき、の声。こちらの記事では、 感情論が議論をリードするようなことはあってはなりません。と、愛子様の即位を期待する意見を批判している一方で、その主張に関しては、とにかく、昔から、男系男子でやってきてるのだから、今後もそうすべき、といった雑な議論を展開しています。このような議論に関して、ニュースサイトのコメント欄では、批判意見が殺到。愛子様にご即位いただくべきだ。 といった意見が数多く書き込まれています。言い分を聞いた上で、おそらく、この件に関心のある大体の人は今後のことを心配している。状況が悪くなって腰を上げるのではなく、余裕を持って考えられる時間のあるうちに、良い方向へ持っていきたい。それが久人様を大切にすることにもつながるのではないでしょうか。久人様に失礼に当たらないような、納得のいく言葉での報道が大事。 愛子様が天皇になられるのが自然だと思います。里中さんの意味するところが論拠がよくわからない。歴史はその時代の常識によって変えられるべきでそれが文化的発展というものだ。戦争の時代の男子優先の過去から男系男子が基本でそれを守るためにそばめ制度も認められていた。現代の常識は平和国家でそばめ制度はなくなり、男女同権で国民に寄り添う天皇が敗戦後の平成。令和の常識となった。 男系男子論は遺伝的につながらない。女性、女系天皇議論は国民が天皇制を求めるなら今必要だ。天皇家と冒険とを比べれば、国民に真に寄り添えるのは現在の天皇家のみである。国民もその天皇家の第一子を望む声が大きい。秋篠宮、悠仁さまを国民の声に背いて天皇に押すのは逆にその方が失礼というものだ。悠仁さま公意継承なら、 皇室滅亡、ロイター通信が継承。このように、悠仁さまが皇位継承すれば、皇室の将来に悪影響を及ぼす。といった意見が多いのですが、実は、過去にロイター通信は、平成の時代に悠仁さまが皇位継承すれば、皇室は滅亡する。という内容の記事を配信していたようです。 天皇陛下は皇室が消滅してしまうのではないかという危機感を大いに抱いていると、長年の皇室ウォッチャーでもある日本のあるベテラン記者は匿名で語った。急速に高齢化が進み、2060年までに人口が約3割減ることが予想される国において、皇室の衰退はより大きな傾向の象徴でもある。日本の同族経営企業にとっても、後継者育成は深刻な問題となっている。 天皇陛下の生前退位などを検討する有識者会議の初会合が開かれるが、日本の国内メディアや専門家によると、皇太子に行為を譲り生前退位を可能とする陛下一代限りの特別立法を検討する方向に政府は傾いているようだという、中略、皇室天般の専門家である慶応義塾大学法学部の笠原秀彦教授は、有識者会議では、 男系男子に限られている継承についての問題は議論されないと見ている。保守派は、2600年に及ぶ天皇制の伝統において、男系男子による継承は要だと考えている。政府のスタンスは、世論を二分する女性、女系による行為継承のような問題に取り組むのを避けることだと、同教授は指摘する。安倍首相はリアリストだ、と、前述のベテラン記者は指摘する。 何も手を打たなければ皇室が絶えてしまうのは明らかなので、首相が何もしないというのは考えられない、と語った、ロイター通信。このように、ロイター通信は、安倍元首相が、皇室を存続させるために、皇室転半改正を行うだろうと予測しているのですが、実際には安倍元首相は、何もしないまま首相を辞任し、その後、暗殺されます。 ちなみに、ネット上で、しばしば噂される、安倍元首相が、小泉純一郎氏による皇室転判改正に反対した際に、語ったとされる、お腹のこの皇位継承権を奪うのか、というセリフですが、月刊、花田、2023年1月号、でも、こうした発言は実際にあった、として次のように報じています。 小泉首相は強気に皇室転半改正へ進もうとした。官房長官だった安倍さんは悩んで、一時的なつなぎとしてなら愛子天皇もあり飯と漏らしたらしい。だが、秋篠宮妃殿下の解任が明らかになり、2006年9月に久人様が誕生されたので、女帝女系継承を認める小泉内閣の報告は前提条件を失った。岩田さんも紹介しているが、 ご出産前で男女のどちらかわからない時点で、安倍さんが小泉首相に、お子様が男子の場合、皇室転半改正は正当な皇位継承者から継承権を奪うことになります。と助言したことはよく知られている。月刊、花田。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。世界史はもちろん、日本史において過去に女性が女王や女性天皇に即位した史実はあります。 イギリスなどの王室では、男女問わず最初に生まれた子が即位する規定に変わっているのに、日本は集会遅れです。愛子様が一日も早く即位していただきたいです。久人様行為継承なら、皇室滅亡、ロイター通信が継承。これは的と置いている。海外の報道機関は冷静に見ています。最近、やたらキシンジャーの評論家が動き回るが焦げるな。 天皇家に立派なご長子があられるのだから継承問題はない。皇室を私物化し滅ぼす勢力が皇室の内外にそして海外にも、偽物皇族夫妻の戴冠式出席を阻止するために、秋篠宮ジップ安財高行のネット記事の存在や狐の嘘800出事等々、イギリス側や海外メディアに伝わりました。全皇后と秋篠宮ジップ安財家のバックにある大企業によって政府、宮内庁、 日本メディアまでが支配され国内での高出浄化は不可能。と日本人の多くが海外に訴えたのです。もはや世界中が見ています。右ウ右ウサイトを見ていると、読解力の不足はある意味幸福なのではないかさえ思う今日この頃なんだわ。ロイターの指摘している問題は好位形象権者が足りないことで、誰が好位につくかということではありません。 皆さんが希望する通りに秋篠宮拝着で愛子天皇となってもこの問題ずっと続くことになります。愛子様が立体視されれば白馬の王子が現れてマリア・テレジアのようにやりまくって小沢さんなんてのは、あまりに頭を花畑なんだわ。2002年頃、男系男子絶対の日本会議の決議で、秋篠家に大密合、との提案があり、遺伝子操作による見分け集散が行われた、という、その結果、 愛子様に直天皇という案は潰され、お腹のこの皇位継承権を奪うのか、発言があった。すべては、JKG、川立、秋篠か、バックに昭和伝行の高等三脱のため、去年の久人君の伊勢神宮参拝後の名古屋での日本会議の歓迎お出迎えはすごかった。もとより、首相一族、大密語誕生の時のお披露目の顔、やったぜ、 これで川島王朝だ。そこから、さらに暴力傲慢、知りし欲、限りない欲望がむき出しに、悠仁様に好意継承させなければ失礼。年の宮様がいらっしゃるのに H を作成したい夫妻の方が失礼です。感情論が議論をリードするようなことはあってはなりません。男系男子派の方が感情的なんじゃないですか。伝統のあるものは大昔のものがそのまま残ってるわけではありません。 時代の変化に対応しながら適応していくものです。久人様皇位継承なら、皇室は滅亡する。その通りです。栄華が継いだら皇室は破壊されます。早急に皇室天般を改正して年の宮様に直天皇になっていただくべきです。愛子様は母親が氏族で頂天才。申し分のない天皇の器です。久人は先民母の子なので、そのあたりのクソガキでしかない。 つまり、開業住宅の中でタバコ吸ったり不良と交友している少年 A なのです。この母親の羊格差は、そのままこの頭脳や気品、健康状態にも影響を与えているのがはっきりとわかります。こうなれば、将来の日本を思うなら、愛子様一様、日本が滅亡することを密かに願う人間なら久と推しになりますね。動画を最後までご覧いただき、 ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。